ないと思うねんけどな。来年2025年7月5日。すんごい字の芯があるっていう予言。日にちが特定されてそこにみんな神経いってると、なんやろ。ノストラさんの大予言の時ビクビクしてスピリチュアルなるものを観察してきて、ずーっとアセンションがとか、見えないもので恐怖を煽り、すがかそうとしてませんかって見てんねんけど、スピリチュアル都市の伝説界隈。政治の世界とスピリチュアル意識高い系のセミナー、信仰の宗の教って手組んでるよね。今は光と闇の戦いが行われてる、光側が勝っているっていうお話信じてる人結構いらっしゃるみたいねんけど、光側がトラヤにプッチンプリみたいな名前の方、シュキンピラーやて。シュキンピラさんもプッチンさんもレッドチーム赤組トモさん主義者やんか。赤くて酸っぱい勢力の人たちが神秘的なもの、見えないもので一括りにしようとしてんのちゃうん。日本は地震大国なので、あちゃこちゃで起こる可能性大なので、備えあれば憂いなし。いつ来るかわからんので、備えといて、ローリングストック、缶詰、ね、食べる癖つけといたらええと思って、私は日本産にこだわり、固定の缶詰、ね、お昼ご飯にしょっちゅう食べてて、賞味期限、迫って慌てることないねんけど、サバ缶とかも。常備食。私は来年7月のことを恐れてなくて、ほんまに怒んねやったら、一緒にあの世に連れてってって思うだけで、それを信じてる人たち、恐怖を煽っている人たちのことが恐ろしい。中途半端に生き延びんの嫌やから。ほんまに来て大変な思いして復興してとかもう嫌やめんどくさいって思うタイプなんですけど、スピってほんまに罪やなって見てんねんけど、ブルームバーグ2023年11月21日、アルノ前鎮のミレイさん、よ、大統領になった方、米とイスのラエル、スピリチュアルな訪問へっていうタイトルやねんけど、米は雨の理科。イスのラエル。記事によりますと、アルノ前鎮の次期大統領のミレイさんも大統領になってますが、11月21日の記事です。12月10日に就任する前に、お米の国って書くところとイスのラエルを訪問する予定だ。外交政策の優先順位をいかに見直す考えかを反映するものだ。イノレイさんは、電光を避けるために脳を入れてるんですけど、ラジオとのインタビューで、この訪問は何よりもスピリチュアルな意味合いがあると語った。スピリチュアルな意味合い、スピ系の人たちっていつもライブ行くもんな。あとピラミッドのところ赤くて酸っぱい勢力の人たちに利用されてるのちゃうかな。でも幸せそうなんよね。ピラミッドにお目目書かれたところにパックンチをされてしまう、されてしまってんのとか思いながら、アルノ前鎮大統領選ぶやつの決選投票で、与党の連合の中道左派、経済省のセフヒオ・マサに対し、誰も予想していなかった12ポイント近い大差をつけて圧勝した。ブラのジル、いや、中の国との関係を重視する現政権のアプローチから転換し、お米の国って書くところや、イスのラエルとの関係を深めると繰り返し表明した。レッドチーム赤組にパックンチョされてたアルノ前鎮。右に方向転換するために、ミノレイさん登場ってことやねやろな。ミノレイさんは向こう数日中にマイアミとニューヨークを訪問してから、イスのラエルに向かう。ミノレイさんは訪問中にユダヤ教の宗の教指導者と会談することを確認した。また、イスのラエル訪問について、同国の駐アルノ前鎮大使と19日に協議したとも語った。ここの宗の教が、キーワードやと思うねんけどな。みんなまだ言う前やねんけど。記事は、いいか割愛しときます。なんか物騒やしな。アルノ前鎮って、1日前の報道によると、物価上昇率 276%、33年ぶり高水準。めっちゃ良かったね、やねんけど、今水没してしもてるわ、首都が。どえらい試練があるみたいですね。40度超の熱波の一方で局地的な雨もとか、大変な試練の時にあるみたいですね。私たちが見せられてるものって、遅め劇場、遅め劇団員の寸劇って俯瞰して見てるとしっくりいきます。私は戦時中までに出版された先人の書を紐解いて、歴史の真実ごそごそして、Amazon Kindle 電子書籍で出版してきました。小泉政権下で小泉さんのこと大嫌いやってんけど、今、あの時振り返って、あのおっさんでも自民でよかったんやって愕然としてんねんけど、社会統計の学者と仕事をしてたんですね。政治学者ってこの程度でなれんの？てか社会統計なんなんっていう疑問が、その時の責任者の方が定年後に友さんの党員として生きる宣言をした。
コムさん共産あれ社会党執行者ちゃうかったん、私こいつにいじめのようなパワハラやねんやろな、何やねんこれってもうイラーってしてたんですね。君はねこういうことやってんねんって、十数年いて今まで言われたことのないことを言われてんねんけど、それ私の仕事やねんけどどういうことなんって、政治の話を担当しだして変なイチャモンつけられる、書いたもん消しやがる、どういうこと、社会党の本質を知りたくなって画像検索しだしたんですね。その当時ですね、中の国の言葉を書かないといけない仕事、理不尽な仕事が別の現場でありまして、チャイニーズライトっていうのを買ってきて手書きで書けるようにしたんですね。簡体字っていう崩した漢字で画像検索してたんですよ。土井の高子や村山の富市、今世田谷の区長をやっているやつ、中の国で活躍してんねん、こいつらなんなんって。で南の京って書く捏造の記念館行ってやがんのよ。先生私日本人であるならば保守でないといけないってやってる連中のこと大嫌いで、保守は上品にって言葉遣い必死に綺麗にさせようとしているので、心の中の893ヤンキーみたいな感じで巻き舌も平気で使うようにしています。普段から舐めとったらあかんでとか言えるようにしとかへんかったら、いざとなったら言われへんなるやんか。スラスラっとやから言えるようにしとかんとな、イラってさせられたらイラってくるような言葉を平気で言えるようにしといた方がフラストレーションたまらへんから。これね、吉本新喜劇にいた山田澄子さんが東京で私にいざとなったら関西弁で幕下でやって教えてくれたん。六本木のあるビルのエレベーターでおっさんに絡まれてグワー言うたらタジタジってなってはったん。社会党って何やねんって先人の縛りで調べても分からへんかったんですね。結果的に社会党は社会の窓主義インターナショナル、実に恐ろしい国際組織に加盟する厄介な連中の集まりで、友さんの党、友さん共産、あそこともともと同じ組織やったんですね。友さんの党は第三インターナショナルコミッテル国際共産党。コミッテルはコミンのテロン、ロシロシで大きな核の命が行われて、それが成功してレニンのおっさんがマルクスレニン主義のレニンを誉れって伸ばす、あれが第2インターナショナルから第3インターナショナル、コミンのテロン、国際共産党に独立させはったんですよ。そこに行かなかった連中が社会の窓主義インターナショナルに行きはったんですね。世界各国で王室が潰されて共和国制になっていきましたよね。あれやってきたんが第1第2インターナショナルなんです。アルの前鎮ってアルの前鎮共和国なんですよ。オフランスもフランス共和国やからね、中の国も人民の共和国やからね、北の金ちゃんのところも赤くて酸っぱい勢力に乗っ取られてえらいことになってるっていう認識でいいと思います。インターネット SNS で日本人であるならば保守でないといけないってやってる連中おるやんか。私は保守って極左かカルトやんな。極左っていうのは連邦原口、後ろから前原、角丸枝団の今の立憲の代表泉野健太とかいっぱいおんねんけど、頑張ろう日本国民協議会に出入りしてて、その主張が新保守主義的って書いてあってんけど、マックス主義青年同盟の更新が頑張ろう日本、ややこしい名前やね。うちら日本国民には残念ながら自民しか選択肢がない中、保守保守うるさい連中って日本人代表ずらして自民の票を割らせよう割らせようとしてきたよ。とても恐ろしい計画があって、国民が選んだという形を取らせて資本を潰させて社会の窓主義の世界にいざない、後に友さんにしていく世界を一つにワンワールドっていう計画があんねんけど、あいつらそれやっとるやん。新日の外国人やったらええねんって、うちらの世界に混ぜよう混ぜようとしてきたり、他の国で行われてる気の毒なこと、かわいそうなこと浮上させて、私たちに何とかしてあげないとって思わせようとしてきてんけど、知らんがなどうでもええやん、ほっときーなってイラついて見ててんけど、ついついやってた時、かわいそう代表の外国の方がフォローしてきてんけど、ずっとガン無視しといた。ぐるぐるやったか、チベチベやったか知らんけど、興味ないし時間の無駄やねんって。ほしょほしょうるさい人たちってニュースオート運動やらされてるって、ニュースオートに焦点合わせると面白いようにニュースオートに繋がっていったんですね。私10代後半でニュースオートの牧師さんであるジョセフ・マーフィー先生の書籍一生懸命読んでて、潜在意識の活用、今でいう引き寄せの法則めっちゃ感謝してて、転職した時に潜在意識の活用ってすげえ、ジョセフ・マーフィー先生ありがとうって思ってんけど、翻訳家とニュースオートが恐ろしいことに気づいたんが30過ぎてから、翻訳家が悪徳商法である催眠商法を考案した島津の光一、悪徳商法が社会問題となって日本にセミナーを定着させはって、自己啓発セミナー、目に見えないものでガッポガッポうまいこと考えはったんじゃない。ほしょほしょうるさい連中がニュースオートちゃうかって思ったんは、稲田の友美を総理にしたいいうやつがメッセージくださった。稲田の友美って当時知らんし、調べたら
ティーバン教の会で講演してる写真見つけてんけど、成長の家の信者やねんや。成長の家って水国供養始めましたで、チャリンチャリンやんか。うまいこと考えたなぁ。ところで教祖の谷口さんがニューソートの哲学博士持ってるよな。でニューソートに焦点当ててんけど、20代後半でスピリチュアルの勉強会行ってきてって言われたから行ったらキモって。そっから私スピリチュアルをウォッチャー研究しだしたんですね。キモいと思ったんは高次元の存在と交信している新しいエイジ君ちゃうかな。新しいエイジ君のあかんところは自分のこと神様やって思わせるところって書いてあるサイトがあったわ。あなたは神、私も神、あの人も神だから何も言わせないってやってんのかな。アセンションがゲートがどうのこうのとかいろいろずーっと見てて何も起これへんやんとか思いながらイラってしててんけど、人々の心を不安にさせて頼らせようとしているビジネスなんかなってなんとなく分かってきてありがとうの神様とかありがとうを何千回唱えるとありがとうって思える現象がやってくるって、なんか時間の無駄ちゃうのとか思いながら、それ言ってた人この世にいないから言ってんねんけどね、私って引き思うんやからさ。とにかく目に見えないもので一括りにさせて教会やセミナーに行ってしまうと革命戦士みたいなこと鳴らされてしまうんやろんな、魂レベルを磨かないといけないって思ってる人たちを政治的に利用している気がする。金むしられて余計な時間取られんのってもったいないで。とにかく公にされたみんなが注目している日付の災害って来ないんちゃうかな。しかしいつ何時何があるかわからないので備えとくべきやと思います。